足立公園から見る小倉市街の夜景紫川に架か,かる時は橋、小倉北区は北九州市を構成する7区の行政区の一つである。北九州市の中心地区であり、小倉駅や北九州市役所がある。北九州市の中心区であり、小倉駅周辺は北九州市の都心を形成しており、繁華街としての小倉はこの付近を指す。 北九州市の行政区としては、八幡西区、小倉南区に次いで3番目に人口が多い。市街地は、小倉駅を中心として、南北方向と東西方向に広がっており、繁華街や境町、高野町などの観楽街も形成されている。また、小倉駅小倉城口から平和通りの上空には、北九州モノレールが通っており、区内から、 小倉南区への交通網を担っている。道区内にある三萩の交差点は国道3号と国道10号の分岐点であり、市内随一の交通の要衝となっている。北九州モノレールの河原口三萩の駅があり、その付近で都市高速の北九州高速4号線がその付近で立体交差する。商業施設、商店街の多くは、 平和通りより西側に立地しており、主なものとして、魚町銀天街、京町銀天街、短歌市場、井筒屋、小倉駅前、アイム、リバーウォーク、北九州などがある。平和通りより東側には、西鉄北九州線、砂津車ア跡地にチャチャタウン小倉がある。また、区の中心部には、小倉城があり、北九州市の主な観光地の一つとなっている。 5番目上の区割り、職人、職業の名称がついた町名など、城下町の名残があるが、小倉城周辺以外は商業地としての開発が進んだため、城下町としての景観はあまり残っていない。近年は、リバーウォークや小倉駅ビルをはじめとする大型建築物、タワーマンションなどの建築が進み、リバーウォークの向かいには、タワーマンション小倉 DC タワーが建設された。 他に北側の響き灘にある愛の島及び馬島も区域に含まれる。1602年に細川忠興が小倉城を築城した後城下町小倉が形成されていった。1632年には大名の配置替えにより不代大,大名である小笠原忠ザが小倉半部全国15万国の藩主となる。その後小倉城は1866年には 長州戦争の際に小倉藩自らの手により火をつけられ消失する。明治時代には廃藩地県により小倉県が誕生し小倉はその県庁所在地となる。福岡県に併合された後も武前地方の経済の中心地として栄え、工業の分野でも小倉製鉄所などのような重工業が盛んであった。現在では北九州市の中心区としてふさわしい商業地区、 施設や街路、河川、橋梁などの整備が進んでいる。以下、現在の小倉北区について記す。北九州市、小倉市の項目も参照。北九州市の中心として位置づけられているため、区内には各交通機関の起点となる施設が存在する。小倉駅廃止された路線以下は、路線乗り入れのみ。共に、区内に営業所はない。生活航路園距離。 観光航路国倉ずや工業商業その他、国倉木四大湖北九州市役所、森大街急距離バーウォーク、北九州中央公園大きな事業所は、区内には、以下が存在する。以下に示す、市外、市内局番は、総務省の公開情報による。近年、通信自由化で、従来のパターンが通用しなくなっている。以下、エリア分類不明。なお参考までに、 西日本電信電話における一般的な割り当てルールは以下の通り。携帯電話については NTT ドコモ、AUYKDDI、ソフトバンクと国内ほとんどの地域で利用可能となっているが山間部でつながらない地域がある。世代交代が進められていることもあり、3G 以降のサービスのみについてエリア拡大のため基地局整備等が進められている。小倉北区には 歴史的経緯から大手新聞社の地域本社が存在するが、現在も紙面制作を行っているのは毎日グループのみとなっている。小倉北区内には以下の各局が演奏所を構えている。放送派受信については、テレビと FM ラジオ放送はさら、倉山の八幡テレビ FM 放送所から出される電波を、AM ラジオ放送は若松区共送信所から出される電波を、 直接受信する。これは、離島の愛の島、馬島においても、基本的に同じである。受信条件は、市内7区の中では、最も良好と見られており、区内には、FM キー宅を除き、地元向け送信所が、全く存在しない。なお、リーガロイヤルホテル、小倉屋上にある下関西中継局は、あくまでも下関市市街地の響き灘川を、 放送対象とする生き中継局であり、地元向けではない。ありがとうございます。